またいつでもどうぞ。美濃での一戦を経て信長の非凡な才を見抜いた道三は尾張へ使者を派遣して和睦と織田家中には宴はな稲葉山動乱。全く想像し、そう言うな。祝いの席だ。不服か、この縁談が。私は役目を果たすだけ。大義なことだ。あの、光秀、うつけがもう一人。俺のやり方。祝いの席でかような狼藉を言う。詫びなど後にしたらどうだ。良いのか。構う。袋のネズミ、それもまた一興。光秀、機長、壊してくれ。生きてこの屋敷を脱するぞ。目障りだ。この混乱の背中で壊してくれ。こうも不敵に M とは。いけるな。俺も力になろう。壊してくれ。今はうつけについていくしかないよ。信長は殺しても死なん。相手が悪かったな。開門。目障りだ。好機だ。壊してくれ。あの廊下から外へと抜けよう。信長殿と姫様を無事に尾張へ送り届けねば。そのために俺も倒れるわけにはいかない。目障りだ。壊してくれ。目障りだ。壊してくれ。壊してくれる。壊してくれる。壊してくれる。残念だったな。お前たちはここでしまいだ。次から次へと湧いてくるな。さっさと突破するぞ。開門。
終わりだ。壊してくれ。お下がりだ。壊してくれ。もうよける。おい、奴らを決して逃がすな。もうよける。お下がりだ。壊してくれ。道を開けなさいと言っても無駄のように。壊してくれ。刺客を呼び込んでいる奴がいるようだ。そいつを撃たねば機長は動けんな。壊してくれ。燃え尽きろ。壊してくれ。我らの存在を看破できぬとは。うつけはやはりうつけのようだ。開門。壊してくれ。伏兵を用いた攻撃か。姫様が危険だ。急ぎ状況を打開せねば。壊してくれ。うつけとは侮ったか。目障りだ。叶う相手ではなかったか。壊してくれ。信長殿の勇士が俺を強くする。目障りだ。壊してくれ。目障りだ。壊してくれ。